一体どこに。けなげなこと。いくらあなたが拒み続けても、サーヴァントとして作られた体は抗えない。レイジュが少しずつ侵食しているのがわかるでしょ。もう降参して素直になった方が楽じゃなくて。強情なセイバー、私あなたみたいな娘は好きよ。金の髪も小さな体も少年のような凛々しさも可愛いわ。裏切るぐらいなら死を選ぶ一途さも愛らしい。ほんと踏みつぶしてあげたいくらい。そうね、自分から私のサーヴァントになってもらいましょう。ええ、体ではなく先に心を壊してあげる。何をしている、キャスター。総一郎様。成果は問わない。結果だけを出すがいい。それで、あいつの死体は確認した？セイバー。やりようによってはね。幸いセイバーの制御もまだのようだし、それに久月先生のことも分かってる。うちなら賞賛があると。あなた、私の切り札。それが1分か2分かは知らない。当然よ、一人と言わず全てのサーヴァントを扱えるだけの貯蔵はあるわ。ならば話は早い。どうして見つからないの？ここに聖杯などない。いいえ、でたらめに決まっている。聖杯戦争の監督役が切り札になる触媒を手放すものですか。いや、それがな、周囲に敵という敵がいない。退屈を持て余してね。当然でしょう。あなたが寝返った時点で敵はバーサーカーだけ。それが分かっていたからこそこちらに着いたのではなくて。正しい英雄というものはね、正しい人間にしか刺激できないものなんだ。そんな魔女が呼び出した英霊が架空の英雄というのも筋が通った話なわけか。あなたが何を考えているかはどうでもいいわ。あなたの命は私の手の中にある。それを肝に銘じて口を聞きなさい。全くもってわがままな話だが、詰まるところ願いとはそういうものだ。今はセーバーを起こせ。甘く見ていい相手ではなさそうだ。セーバー。シロ。チッ、外したか。アーチャー、何のつもり？そう、自らの手でエミやシロを殺す。アーチャー、あなたはまさか。いつか言っていたな、サイバー。俺には英雄としての誇りがないのかと。当然だよ、俺に残ったものは馬鹿げた後悔だけだった。どいているがいい、騎士を。マスターがいない身で無茶をすればすぐに消えるぞ。もはやエミやシローにマスターとしての資格はない。肩入れしたところで君の望みには届かない。私は彼を守り、剣となると誓った。契約がなかろうと、この制約に変わりはありません。
そうか。では、偽りの主ともども。汝の身は我がもとに、我が命運は汝の剣に。聖杯の寄るべに従い、この意、この断りに従うのなら。我に従え。ならばこの命運、汝が剣に預けよう。セイバーの名にかけ誓いを受ける。あなたを我が主として認めよう。リン。